試合に先立ちましてチャンピオンベルトの返還を行います。さあ放送席には K-1 ワールドマックスでも活躍された正人さん、佐藤義弘さんにもお越しいただいていますが、佐藤さんから伺いましょう、はい、いよいよこの階級タイトルマッチですね。楽しみですね。この70キロのタイトルマッチがこの K-1 のメインイベントでやるってこともなんかすごく感慨深いですね。確かに、はい、正人さんいかがでしょう。1度目の対戦の時はですね、2対1でこう PK を勝ってるんですけど、まあ、それが 2対0で勝ってるんですけど、それ確か5年前そうですね、5年前の輪島と今の輪島全然違いますからね。もう体つきも違いますから、僕は輪島行くんじゃないかなと。ピケオは日本人に PK を負けしたことないですからね。そうですよね。輪島のパワーだったら輪島が倒すとこ見たいですよね。さあ新生 K-1 旗揚げ1年目から参戦しています。彼にとっても K-1 の王者は夢です。ジョーダン・ピケオ挑戦者です。赤コーナー180センチ69.9キログラム、日本月神会チームサムライ K-1 ワールドグランプリスーパーウェルター級王者、輪島リミット70キログラムです。そうです、 K-1 マックスの階級です。日本人王者のプライド見せてもらいましょう。チャンピオン輪島ひろみです。さあ正人さん、改めてこう戦いのポイント立ち上がりからですが、何楽しみですか。やっぱりこうピケオは前に出る圧力が強いんで、その圧力に対して輪島がどういう風に対応できるかっていうのがポイントになってくると思いますね。佐藤さんいかがですか。そうですね、輪島選手ミドルサウスポーなんですけど、手数もすごい多いので、もう先手を取ってどんどん打っていってほしいですね。さあこのベルトは再び輪島の元に戻るのか、それともピケオの腰に移動するのか。いよいよ K-1 夏の戦い両国決戦メインイベントです。スーパーウェルター級タイトルマッチ、チャンピオンが日本の輪島ひろみ赤いグローブ、そしてジョーダン・ピケオが挑戦者。5年前とは立場としては逆転しています。前蹴りハイキックを放っていきます。インドミドルキックですね。ミドルパワーあるし切れてますよ。ピケオ前を取っていく右のミドルキック、逆側に回ります。輪島やっぱコーナーに詰められて連打を打たれるのが嫌ですからね。そうですね、ここ圧力でも負けません。さあアルコ&ピース平子さん、どう見てるんでしょうこの戦い。輪島の蹴り、そしてそう蹴り終わりでピケオのパンチ伸びてきますからね、そこを注意しないといけないですよね。あでも今の輪島の左ストレートも伸びてますよ。そうですか、はい、インローキックです。ワンツー入れ替わった。ピケオ選手もよく見てますよ。ああそうですか、ハイキックスクロー返す。非常にハイレベルな攻防ですね。そうですね、今度はまた圧をかけ返すかピケオ、右引っ掛けるようなパンチ、ワンツー入れ替わった。体左に振ってね、外側からフック軽く入りましたね。そうですね、おい5年前プラスのタイトルマッチの時はピケオが28歳でした。今輪島は28歳になりました。膝輪島もね、蹴ったらピケオを返すように輪島も蹴り返さないとダメですね。前蹴り、あとは下がらないことですね。そうですね、インドキックです。佐藤さん、まあローから崩そうっていうのもありますよね。そうですね、でも輪島のキックにピケオが必ず攻撃を返してるんで、まあ、輪島のペースになかなかならないですね。確かに5年前もそうでしたね、ペースを渡さないんですよね。とでもやっぱりこうね、下がらされてないんでね、あ輪島の方が、輪島が下がらされてないんでいいっす。ハイキック来ました、思い切った攻撃、ガードは上がっていました。ピケオの前蹴りのキレがめちゃくちゃありますね今日は。あそうですか、はい、ダウンの取れる前蹴りですね。前回の佐藤さん、復帰戦以上に体も絞ってきてますかね。そうですね、なんかよりコンディション良くなった気がしますね。まあ、ちょっとコロナ禍にあってこう試合から遠ざかっていた時期もあったピケオでした。完全に戻しています。攻撃の反応が前の試合よりも良くなってる気がします。あそうですか、
まあ平子さん、はい、日本人キラーって呼ばれてる人ですからね、ピケオは。そうですよね、多少押されていてもそこから一気に攻撃に転じてね、連打で勝つところ何度も見てきましたからね。あのノイリー・マサーキに勝利しているのがピケオです。膝入れ替わった。おもう1ラウンド終わり。やっぱあの多少あの和島がピケオのプレッシャー感じてるんでちょっと手数少ないですよね。あなるほど、もうちょい出したいんですけど、やっぱそれはピケオの圧ですね。そうですね、そうか、マサオさん出させて出させないってことですか。出させない、和島もっと普段だったら手出るんですけど、はあはあ、今日は少ないですね。なるほど。さあこれ1ラウンドのシーンですが、佐藤さんちょっと解説もいろいろ教えてください。そうですね、1ラウンド目序盤に和島が積極的にキックでペースをつかもうとしたんですけど、中盤以降からピケオがもうきっちり和島のキックに反撃をしてくるんで、ペースをつかめていない状態です。もう全くの互角ですね、僕の中では。なるほど。まあでも平子祐希さん、はい、コロナもこう収束してくると、さあ和島の力が世界でどれほど通じるんだってとこですもんね。そうですよね、まずここを倒さないとまた次のステップ、強豪がねまだまだこの階級待ち構えてますから。そうですね、またでもピケオが挑戦者っていうのはある意味でのこの違和感と贅沢感ありますよね。確かに。初防衛はジョムトーンを退けました。ローキック地獄でした。和島の2度目の防衛戦、立ちはだかるのがピケオです。和島前出ましたね。来ましたね。でもやっぱこうね、その時みたいにローキック蹴ろうにもあのピケオの圧が強いんでロー蹴れないんですよね。うわー、ピケオが襲いかかってきます。入れ替わる。これだけ前出るとね、やっぱ蹴りにくいですよね、インドちょっと嫌ったか。左のパンチ、しかしここで許さないのがジョーダン・ピケオ。そう、やっぱこれ下がらないといいですよ。そうですね、下がっちゃダメですね。ハイキック、これ5年前もありました。5年前もう一つハイキック、膝だ。いいですよ、ハイキック。左ストレートいいですね。おい、ナイス。ちょっと、なんか鈍くなっちゃう感じしますけど、ね、この奥足のロー5年前も有効でしたね。左フックです。あのピケオの突進止まりましたね。あ、止まりました。止まりましたね。あ、奥足を蹴っていく。左、これだ。おかし聞いてる。これだ。佐藤さんどうですか。聞いてます。聞いてますよ。いや、和島パワー。さあ動き止めた。膝もいい。膝もいい。さあ、ハイキック、和島の左に打ち込んで。ちょっと止まった。さあ日本人チャンピオン、K1 チャンピオン、スーパーウェルター級王者、和島ひろみ。あ、ローいいですね。2度目の防衛戦、ピケオが動き止まった。ピケオ動けない。さあ無慈悲なるローキック、あのムエタイの伝説ジョムトーンも心が折れました。ピケオの心を折れた攻撃となったピケオ。チャンス。 K1 にとっては特別な階級、リミット70キロ。パンチ入れ替わる、圧力かけます和島。佐藤さん止まりましたね、動きは。完全に止まってますね。止まってるけど狙ってもいますよね、ピケオは。なるほど、狙ってますか。ピケオは死んでないですよ、3つしか見てますからね。和島だから左から打ってくる。和島の狙いもいいですよ、ローだけじゃないんで。動きが止まっている、動きが止まっている。一瞬こっちが落ちた。さあ、2ラウンド失礼した。ゴールドレフリー、ワンダウンです。さあ、スタンディングダウンを奪いました。効いてる、効いてる、かなり効いてますね。これはいけるよ。あと何秒だ。1分です、あと1分です。さあ、第2ラウンドで決めるか。もう勝負だ、勝負です。さあ、日本の希望を背負って勝負決めろ。あのジョーダン・ピケオ、日本人キラーを止めるか。倒すか、日本人キラーで入って止めた。止めた。勝者、和島。大仕事をやってのけました、和島ひろみ。日本人キラー、ジョーダン・ピケオを解釈して2度目の防衛成功。70キロ最強は和島。和島ってやりましたね。これはもうね、やっぱすごい。いや、佐藤さん仕留め切りましたね。そうですね、これすごい。序盤にピケオのパンチのラッシュで押されてたんですけど、カウンターで入ったおかしか膝がすごい有効でしたね。そう、正野さん、2ラウンド目始まったら、お、和島前出たぞって言ってましたね。出ましたね、はい、やっぱりこうね、パワーあるし、こう1ラウンド目のまあでもよくやりましたね。そう思います。平子さん、いかがですか。ここまで圧倒して、まず、まあ、そもそも勝つ日本人を見たのが初めてなので、いやー、お見事ですね。1回の久保優太がピケオには勝ちましたけど、その時はまあポイントアウトでしたけど、これだけ完全にね、もうノックアウトですからね。そうですね、
いやこれまたノイリとも見たいしね、本当それこそ世界の強豪とね、面白いよね。そか面白い、もう絶対見たい。これ K1 マックス帰ってきたね。いただきました。 K1 マックス帰ってきたよ。あのマサトが K1 マックス帰ってきたねと。佐藤さん、はい、やっぱり面白いですね、この階級は。もうやっぱあとはもう輪島の勝ってきた相手と勝ち方でも本当評価したいですね。そうか、ジョムトーンに勝ってピケオに勝ってですから、もう本物ですよ、これは。いやきっちり平子さん、はい、K1 王者としてしっかり仕留めて KO で勝ちですからね。もう本当に K1 の醍醐味がもう凝縮されたような試合でした。やっぱりね、この70キロでね、やっぱりね、世界と戦うってやっぱりなかなかた、そうですよ ね、 ね、やっぱりね。いや、でも佐藤さん、はい、この5年間の思いを込めてリベンジしたいって言ってましたよね。そうですよね、もう僕これ見てるんで、5年前の試合、もう見違、多分ピケオ自身がもう見違えるように強くなったなって思ってるんじゃないですかね、輪島のことを。なんだかちょっとこう輪島選手があの頃は前線して喜んでたみたいな感じだったですもんね。そうですね、立場が入れ替わって、はい、K1 王者として返り討ちにしました輪島ひろみです。5年前はもうね、輪島くんっていう感じだったんですよ。そうですよね、今はね、もう輪島チャンピオンですよ。前回23歳だった輪島ひろみ、今28歳、あの時のピケオと同い年になりました。ジョムトーンに続いてジョーダン・ピケオも下し、2度目のタイトル防衛成功です。第4代 K-1 ワールドグランプリスーパーウェルター級チャンピオン輪島ひろみです。 K-1 にとって特別な階級、リミット70キロで最強を示しました。平子さん、でも本当に普段のこう性格っていうかキャラクターが、ね、そうなんですよね、違うんですよね、あまりにも。試合が終わると朴訥とした青年に戻って、だからその青年が一歩一歩着実にね、研鑽を重ねて積み上げて、こうした最強のチャンピオンになってっていう、やっぱり強いチャンピオンで物語がありますよね。輪島ね、 K-1 チャンピオンとしてね、多団体のチャンピオンと戦ってほしいですね。見たいですね。まあ、やはり3度目の挑戦ですかね、木村フィリップミロルのラストマッチでベルトを奪い返して、そこからこう一気にこう責任感、そういったものも、いやもう本当に強いチャンピオンですから ね、 警報勝ちが多いですから。そうですよ ね、 佐藤さん、今日、ノイリ選手がチャンピオン勢ぞろいの中で誰が一番目立つかが勝負だみたいな言い方してますか。まあ、もちろん ノイリ選手も素晴らしい勝ち方だったけど、もう輪島の選手の勝ち方も本当引きを取らないですよ。そうですね、勝った相手もいいですね。そうですよね、はい、日本人無敗ですよね、ピケオ。久保さん倒されたのが、倒したのは初めてですね。まあでもこの倒し方はグレゴリアン並みの倒し方ですよ。オス月神会チーム侍の輪島ひろみです。メインちゃんと締まりました。よかったです、 KO で終われて。今日海の日なんですけど、僕の名前が輪島ひろみって言って、大きい海って書いて、ひろみなんで、今日はひろみの日ということで。よかったです。まあなんですけどね、海のように、大きな器を持った優しくて強い人間になります。いい名前をつけてくれて、
お父さんお母さんありがとうございます。まあこんだけ言ったらね、お小遣いもらえるでしょう。まだもらうのか。で、海の日のつながりで、カイト選手に勝てる日本人も僕しかいないでしょう。痛いなこれは。海外でのタイトルマッチ決まってると思うんですけど、もうぜひ勝ってもらって、いつか僕とやりましょう。最後にこれが一番大事なんですけど、これ読み込んでください皆さん。これ読み込んでください。読み込んでくださいね。読み込んでくださいね。これぐらい開くぐらいスポンサーさん困ってるんで、誰か僕と一緒に世界で戦っていただける方、スポンサー募集します。いいですか。これからも頑張っていくんでよろしくお願いします。じゃあ最後に、3、2、1であれやりましょう。あれか、いいですか。今日はいいでしょうか、はい、みんなやってくれるんじゃないですか。3、2、1、輪島ックス。ありがとうございました。ありがとうございました。輪島ックスね。輪島選手にお小遣いもらうかどうかの話は置いといて、はい、マサトさん、シュートボクシングのカイト選手の名前が出ましたね。いや見たいですね。カイトね、ノイリとの試合も見たいし、あとはやっぱりね、こう本当に旧 K1 のこの階級のスーパーウェルターのチャンピオンたち、グレゴリアン、チンギス・アナゾフ、はい、そこら辺との戦いも見たいですね。あとはスーパーボーンとかね、さあそして今サインしていただいたそのアクリルプレートスペシャルオークションに出品いたします。ぜひ皆様オークションにご参加ください。ファットトリックスペシャルオークションです。平子さん、どう聞いてました今の、コメントは。いや、あんなに朗らかに見てたはずのワジマックスポーズにオーラすら帯び始めましたね。そうですか。もうスポンサーもあっという間に生まれるでしょうね。なんかやっぱりこの人間力、応援していきたいなっていう、はい、チャンピオンであり、その人間力の強さっていうのをひしひしと今感じてますよ。なるほど、確かに、チャンピオンマサトとは全く違うキャラクターのダルトガール全にワジマックスポーズ。本当だ、強要させましたね。ワジマックスガールズに見えるな、俺。いいな、みんな、みんな羨ましい。佐藤さん、はい、まあ、もちろんこう、ね、日本人チャンピオンの期待はされてましたけど、実際どうでしたか。いや、もう本当、なんだろう、セミとかセミ前の重圧もあったと思うんですけど、試合結果見て、まあ、それに全くプレッシャーに負けず、本当チャンピオンらしい勝ち方で素晴らしかったなと。そうですね。さあ、輪島ひろみ、まさにその世界の大海原にこれから漕ぎ出していく K170kg のチャンピオン、2度目の防衛に成功しています。さあでは平子さん伺っていきましょう、はい、まあ、後半の方をご覧いただいて解説もお願いしましたが、そうです、ね、印象的だった選手、試合は。いや難しいですね、今日はね。やっぱりでもチャンピオンのやっぱりモチベーション、責任感というのを見せつけられましたね。でまたこの階級にノイリ選手の足音がじわじわ聞こえてきて、でまた他の選手へ このラブコールも飛び交って、なんかこうぐちゃぐちゃになってきていいですね。いいですね。楽しみになりましたね。また佐藤義郎さん、どうでした今日振り返って。もう後半の方は もちろんなんですけど、今日僕第一から解説して、第一試合の山本陸対松本春人の試合、うんうんうん、プレリミナリーなんですけど、うん、まあ、将来これタイトルに絡むような2人の選手の戦いを見られて、すごい良かったです。そうですね。マサトさん、どうでしょう。はい、ね、パワーオブドリームのね選手、ね、鈴木隼人、鈴木隼人選手ね、 あの選手も良かったですね。そうでしたね。若手の選手でいうとね、前半だとKO 少ない中でありましたね。あと岩尾選手もすごかったですね。岩尾力ですかね、はい、あとはやっぱり後半ね、ノイリ、カナ、輪島とね、こう KO で しっかりとね大会締めましたね。そうですね。そして今ご紹介していますが、9月10日横浜アリーナ、これでリミット55キロ K1 スーパーバンタム級のタイトルマッチが決定しました。金子明弘に挑むのが久村正史です。さあそろそろお別れの時間です。お話伺いました正人さん、佐藤義弘さん、そして平子祐希さん、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは両国国技館からお別れです。ごきげんよう、さようなら。